どうもお疲れ様です。舞姫大学の特別講義でございます。今回はですね、情報発信のコツについて2点お話ししようかと思います。まあ、情報発信のコツっていうのはね、2点に限らずたくさんあるんですけども、私が意識しているのは2つなんですよ。1つ目はですね、偏った意見を発信することですね。当たり障りのないどっちつかずの意見っていうのもね、一つの作戦ではあるんですけども、そうなるとね、アンチは生まれないんですけども、ファンがつきにくいんですよ。やっぱり情報発信する以上、アンチとファンの両方を抱えていくっていうところからスタートした方がいいわけなんですよね。まあ、いわゆる尖った意見なんですよ。まあ、野球でいうと、どこのチームが好きなのか、どこのチームが嫌いなのかっていうふうな自分の立ち位置をはっきりすることによって、視聴者さんや読者さんっていうのは情報を受け取りやすくなるんですよね。で、個人的に好きだったり嫌いだったりっていう感情はその次なんですよね。まあ、やっぱりどこに対してひいき目に見てるのか、どこに対してよりネガティブに反応しているのかというふうな発信者の個性が分かりやすいこと、これを心がけていくと、非常に発信っていうのはやりやすくもなるし、受け取り手も聞きやすくなるんじゃないかなと思いますね。まあ、そしてコメントもね、入りやすくなる。まあ、そういうことになると思います。で、2点目はですね、まあ、情報の裏付けをどこまで取るかってことなんですけども、あまりにもあやふやなうちに情報を発信してしまうと、それが間違ってしまったってこともあります。もしくは、情報の裏付けを取りつつ、すごく慎重に、確定的な情報でない限り発信ができないと思うと、情報発信が遅れてしまったり、その頃には多くの方がもうすでにね、認識している傾きができてしまいますんで、それを後追い放送するということになって、あんまり面白くないんですよね。まあ、ですんで、勇み足なぐらい早く放送することを一番に考えて、それがもしね、後々誤報だと分かったら、それは誤報でしたという追加放送をすることによって調整するでいいと思います。やっぱりね、誰しもいち早く情報が知りたいんですよ。だから知りたがってるところに、まだはっきりはしていないけども、今の時点で分かることはこうですというふうに投げかけることが大事になってくるかなってところですよね。で、裏付けを取っても、その裏付けとなるね、ソース自体がまた間違っているってこともありえますので、どこまでどこまで慎重に考えても、結局ですね、自信を持って放送できるまでには時間がかかってしまうんですよ。だとしたら、今の時点で分かることや判断できることを第一報として連絡しておくということで、スピードを担保するのがよろしいかと思いますね。はい、そしてちょっとね、今回の講義の話題離れますけども、例のね、ジャニーズ事務所の会見ありました。あそこでいろんな記者からの追及を受けた時に、まあ、回答するジャニーズ事務所の側の東山新社長とかね、その他の方っていうのは、とりあえず知らなかったというふうな返信をするのが最も無難なんですよね。で、後々冷静になったら、記憶を整理したら、そういったこともあったかと今では思い出すことができますっていうのね、そんなずるい修正報告もできるわけですよ。だから人の記憶ってのは非常に曖昧なのと、その時はいろんな事情があって言えなかった、もしくは思い出せなかったけども、冷静になってみたら、みたいなね、言い方もあるわけですよ。例えば記者会見で皆さんからの質問攻めにあって、頭が真っ白になって返信ができなかったけども、答えができなかったけども、記者会見が終わって落ち着いたら、確かにあの時はこういうふうに答えればよかったんじゃないだろうかっていうふうに思い直すことがありました、みたいなね、まあ、ずるい答え方もあるわけですよ。まあ、もしくは本当かもしれませんけどね。まあ、これっていうのは人の記憶ですから、他者が確かめることができませんのでね。まあ、ですから、ジャニーズ事務所の会見ね、どうなのかな、東山さんも、いのっちさんもね、上手に答えてましたけども、二人とも、プロの俳優という側面もありますんで、役者という面もね、あれが演技だとしても、それはね、あり得るなと思っちゃいますね。皆さん、どのようにお感じになったでしょうか。それでは、お疲れ様です。